のほど知らずが。お前が読んだ本には未知の物事に敬意を払えとは書かれていなかったのか。永久の預言者に不敬を働くとどうなるか知っているか。調子に乗れば乗るほど危険は迫ってくる。お前は恐怖というものを知らないようだ。不遜な態度は後悔の序曲となる。ここでは誰が頭を下げるべきかわからないか。お前の好奇心は口と同じで過剰だな。私への罰。怒る。そのような感情は必要ない。お前には十分チャンスをやった。だがお前は幾度となく一線を越えた。嘘ばかりつく人間に対して死が最も妥当な罰とは限らない。かつて蘇生のコアを塔から盗み出そうとした者がどのような末路をたどったか知りたいか。飽きるかどうかはお前も数百年凍結されてみればわかる。普通の人間は何も食べずとも7日は生きられる。お前のような頑丈な人間ならさらに2日耐えられるかもしれない。それは過ちを悟った涙か。その占い師たちの言うことは間違っている。国王の使者になりすまして塔に入ったお前の命は3年もない。
また口を封じられたいのか。どうやらお前は口から出まかせを言うのが癖のようだ。お前がそれを望むなら、いつでもそうしてやる。ついてこい。これを育てられるか。できるのか、それともできないのか。花を咲かせることができれば、お前は生きてこの塔から出られる。自分に自信がないようだな。死にはしない。吹雪の中で方向を見失い、撤退せざるを得なくなるだけだ。運命とは定められたものだ。だが人間はいつも無駄なあがきをしたがる。特に与えられた予言が自分の思い描いていた未来と異なる場合は、静かに。庭師の仕事に口
口を使う必要はないだろう。表彰だ。毎年渡りの時期になると彼らはこの塔の上を通っていたからな。だがそれももう何百年も前のことだ。手を出してみろ。恐れなくていい。こいつは人間を警戒していない。広間で氷漬けにされていながらそんなことを考える余裕があったのか。神が自分の話を書くことはない。残されている記録は全て人間による捏造だ。お前の仕事は私の言動を観察することではない。過度な好奇心のせいで危うく命を失いかけただろう。何が望みだ。ここ数日お前は水やりの後に一度も広間の前を通らなかっただろう。聞いたことはある。茨の塔にそのような風習はない。アスタに声を届けたいなら、せめてもう少し丈夫なものを使え。それはお前の願いの強さ次第だ。ああ、やらない。ただ、今日の夜空には光が必要だ。それはアスタにしかわからない。私にはアスタに届けたい願いなどない。
お前が探しているものだ。つまり、氷床に強要されたと言いたいのか。悔い改めるにしても、ここまで極端な方法を取る必要はない。自分の責任を他の者になすりつける人間の方が危険だと思うが、魔術ではない。こいつはエネルギーの霊体だ。さっきお前は彼女の意向を聞かず勝手に上へ運んだのか。こいつは私と同じで嘘が嫌いだ。許すのが早すぎるぞ。人間の意識もエネルギーだ。こいつはお前のエネルギーの波動を感じ取ることができる。それはお前たちの話だろう。私に聞く必要はない。お前が大切だと思うなら、そうすればいい。今度は何を探している？
私のジャスがこれほど素直にお前の言うことを聞くとはな。まあ無理もない。私以外の者と関わったことがないからお前を友人だと思っているのだろう。ではお前を罰するべきか。心配ない。お前への罰は最後にまとめて清算する。お前の想像する罰は暴力的なものしかないのか。人間の命を奪うことに興味はない。この塔を出られるかどうかはお前次第だ。私を知っているのか。お前は誰だ。どうやってこの中に入った。ここは文字をもとに築かれた幻の世界だ。幻影だ。ここにあるのはただの花ではない。これらは私の記憶だ。あるいは私の記憶に現れた全てのジャスミンとも言える。彼らは私の前世だ。全ての人生の記憶が今お前が見た光景で終わっているから。どの記憶も同じところで終わる。その後のことはどうしても思い出せない。だからジャスミンはずっと花を咲かせないんだ。私はこれらのつぼみを全てここに持ち帰ってきた。預言者は自分の運命だけは覗いてはならない。アスタの命令だ。図書館を閉鎖しなかったからといって入り浸ることを許可したわけではない。そのような質問をするとは、今度は何の本を読んだ。
お前には寛容になりすぎたようだ。下がれ。私に近づくな。永久の預言者は茨の塔から離れられない。こいつらはわずか数本の棘でお前を殺せる。これはアスタの警告だ。忘れた。お前のごめんなさいはもう何度も聞いた。お前がこの塔に現れたのは偶然ではないかもしれない。だが、その好奇心と度胸もここまでにしておけ。明日は金環日食だ。この頂上で予言が現れるのを待たなければならない。私の許可なく、頂上に立ち入るな。気分が良くないとき、私が何をするのか知りたいのだろう。いいものであれ悪いものであれ、それを伝える相手は本物の国王の使者だけだ。お前はどうなんだ。気分が悪い時には何をする。それは嬉しい時にすることだと思っていたが雪の降る場所で踊れば互いにいい気分になれるだろう。
嫌か。おそらく遥か昔の記憶が体に残っているからだろう。前世という表現は正確ではない。預言者は本当の意味で死ぬことはないからな。永遠に止まない雪のようだ。お前には効果があるようだな。ジャスミンに水をやるときも毎回その歌を口ずさんでいるな。歌ってくれないか。やっと来たのか。来るのが遅すぎる。だからこのジャスミンはお前が来ないと咲かなかった。偶然ではなかった。長い歳月の中で茨の塔に入ってきたものはお前が初めてではない。だがお前にしかジャスミンを咲かせることはできなかった。確かに違う。お前を連れて行きたい場所がある。今すぐ出て行きたいのか。
確かめたいことがある。もう二度とお前を失わないことだ。アスタの罰。暴走してもおかしくない。早く離れろ。私は普通の人間のように死ぬことはない。この苦しみにはもう慣れている。私には表情を制御できない。お前が傷ついてしまう。表情はまた生えてくる。これ以上ここにいてはならない。なぜ出て行かなかった。やはりお前はこの塔に足を踏み入れた者の中で誰よりも恐れ知らずだ。
わかっている。お前が気を失っている間に運命を見て、ここに来た目的も知った。私とお前の運命がつながっているからだ。これは永久の預言者でありながら、自分の運命を見たために受けなければならない罰だ。ついてこい。さっきアスタに背いて私を呼び起こした時も、そこまで憂えてはいなかっただろう。いつ決意したんだ。お前はあの時、蘇生の子はお持ち去るべきだった。答え、お前と同じように私も牢獄の中であることを決意した。お前がその病気にかかったのは、蘇生のコアと共鳴できるからだ。お前は結晶体の何倍ものエネルギーを引き出すことができる。蘇生のコアに自分のエネルギーを奪い尽くされるまで。これが私と出会った後のお前の本来の運命だった。アスタの力は運命を呪うことに使えるが、神の決定を覆すことにも使える。お前の結末は定められたものではない。私はもう二度とお前を記憶から消したりしない。蘇生のコアはお前の体内でお前と共に生きている。お前はアスタの力を手に入れたんだ。ここはじきに崩れる。私は別れを告げに来た。泣くな。お前は生きている。私にとってそれが二度と失わないということだ。ずっと追い求めてきた謎の答えがようやく見つかった。そして今度はもう決して忘れはしない。この答えに終止符を打ちたいのだが、いいか、thank you.
お嬢さん大丈夫かい？茨の塔？あそこは連日の吹雪で山全体が封鎖されて誰も入れなくなってるよ。永久の預言者でも神様にはかなわないものさ。あの山がいつまで封鎖されるかもわからないし、予言のことはもう忘れた方がいいよ。泣くな。泣かないと約束してくれ。こうすれば散ることはない。もう二度と私が答えを忘れることはないように。